こんにちは、メンズファッション研究家大山俊です。今回の動画では世代によってファッションの傾向って大きく変わると思うんですよね。例えば10代20代のファッションと30代40代のファッションってやっぱり明らかにですね、方向性だとか全体的な仕上がりって違うと思うんですよね。同じファッションというテーマなのに、この年代によって全然スタイルが違ってくるのはなぜなのか、こういったテーマでですね、今回はお話をしてみたいなと思っています。僕は今30代後半なんですが、僕らの世代が読むような雑誌ももちろんチェックするんですが、それだけではなくて10代20代の方々に向けた例えばファッション雑誌だとか YouTube チャンネルなんかも見るわけですね。そうすると同じファッションというテーマなのに全然アプローチの仕方が変わってくるんですね。そういった点はですね、皆さんもきっと感じていらっしゃるのかなと思っています。じゃあなぜですね、このような違いが生じるのかというのですね、今回はなるべく分かりやすく解説したいなと思いますので、ぜひ最後までお付き合いいただければなと思っています。はい、ということで、世代間のファッションの正解が異なる理由というのを分かりやすく解説するためには、一つのですね、軸みたいなものを理解する必要があるかなと思っています。それがですね、定番と流行、この関係性をしっかりと理解するとですね、なぜ年代ごとに正解の形が変わるのかというところがちょっとですね、理解しやすいのかなと思っています。じゃあ定番というものはどういうものなのかと言いますと、これはいつの時代にも変わらないベーシックで、もういわゆる普通に見えるようなアイテムですね。それを着ていたとしても特にですね、違和感を感じないようなアイテムのことを僕は定番と呼んでいます。具体的にどんなアイテムかというと、白のボタンダウンシャツであったり、無地の T シャツであったり、あとはブルージーンズとか、今僕が着ているようなネイビージャケットとか、あと靴だったらシンプルな白のレザースニーカーだとか、こういったアイテムというのはいわゆる定番的なアイテムかなと思います。その他には定番的なカラーという軸もあるかなと思っています。ネイビーですとかグレーですとかブラック、ホワイト、このあたりの色というのは、いつの時代も変わらないようなメンズファッションにおける定番的なカラーかなと思っています。あともう一つ軸があって、サイズ感というのも定番的なものがあるんですね。例えばシンプルな無地の T シャツであっても、タイトなシルエットのものと、今だったらビッグシルエットのものがあるかなと思います。どちらが定番的なのかと言いますと、タイト、ジャストサイズというものがより定番的かなというふうに感じています。このように定番というのはいつの時代にも変わらないようなすごくオーソドックスなスタイルのことを僕は呼んでいるんですね。その一方で流行ですとかトレンドという軸があるんですね。こちらはですね、定番とは結構相反するところがあって、例えば具体的なアイテムで言うと、オープンカラーシャツですとか半袖のニットですとか、あとはニットポロであったりですとか、ワイドパンツですとか、スニーカーだったらちょっと厚底気味のスニーカーだったり、ハイテク系のスニーカーなんかが入ってくるかなと思います。結構ですね、定番とトレンドは全く文化が違うかなというふうに僕は感じています。色に関してもトレンドというものがあって、それはですね、毎シーズンちょこっとずつ変わってくるんですが、例えばブラウン系のカラーだとかベージュ系のカラーだとか、あとはネイビーよりももうちょっと明るいブルー系の色だとか、こういったものがちょっと今っぽいなとかトレンドっぽいなと感じるような色なんですね。あとは先ほどもちょっと触れたように、サイズ感というところも全然定番とは変わってくるかなと思います。定番的なサイズ感というのがタイトシルエットだったりジャストサイズだったりすると思うんですけども、トレンドのサイズ感というのはビッグシルエットになるわけですね。少しゆったりめに着るのがトレンドになっているかなと思っています。このようにファッションというのは定番とトレンドというこの2つの軸で成り立っているんですね。このことを理解しながら、各年代にどのようなファッションが似合いやすいのかっていうのを考えるとすごく分かりやすいかなと思っています。10代20代のファッションというのは基本的に定番とトレンドがあったとしたら、トレンド的なものを優先する傾向が高いんですね。ですのでサイズ感としてはビッグシルエットになるし、今っぽいアイテムですね、ビッグシルエットの T シャツだとか、あとはオープンカラーシャツなんかをうまく使いながらコーディネートをしてるかなと思っています。一方で僕たち30代40代の世代というのは、トレンドというよりは定番的なアイテムを好んで使う場合が多いかなと思います。サイズ感に関してはジャストもしくはタイトで着ることが多いですし、アイテムもより定番的なですね、ボトムスに関してもブルージーンズですとかチノパンですとか、そういったものの方が安心感があるかなと思っています。これはなぜかというと、僕たち30代40代の世代っていうのはこのタイトシルエットみたいなものを長らく着てきた世代なんですね。この流行ってもう10年以上続いているの
ので、僕たちがまだ若かった10代20代の頃はそういったタイトシルエットというものがまさにトレンドだったんですよ。その最初はトレンドだったものがどん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 定番化していて、今でももちろん定番として存在しているんですが、そういったものに僕たちは目が慣れているし感覚が慣れているんですね。ですのでここを軸足にして服を着ることが多いので、おのずとですね10代20代のファッションと全然方向性が変わってくるというのが現実なのかなと思っています。僕が YouTube で発信をしている時には主に30代40代の男性をイメージしながらお伝えしているので、軸足としてはベーシックな部分というところを大事にしているんですね。ここを軸足としながらも僕たち世代でも取り入れられるようなトレンドアイテムというのを少しずつご紹介するというところを常に考えながらですね、僕は動画の発信をしているんですね。もちろんですね、僕たち世代にはベーシックなアイテムですとか色使いですとかサイズ感の方が見慣れているのでスッと入りやすいんですが、ただそこだけにずっとこだわり続けるとどんどん古臭くなっていくわけですね。時代というのは常にですね少しずつ変化しているので、その変化というものも少しでいいので取り入れてあげると今っぽさだとか新鮮さみたいなところが表現できるのかなと思っています。だからといって10代20代のファッションのようにトレンドを満載にする必要は全くなくて、定番的な着こなしを軸足としながら着こなしの中に1点もしくは2点でもいいので少しトレンド的なアイテム、今っぽく感じるようなものを混ぜていくとすごくバランスがいいのかなというふうに思っています。まあ例えばですね、30代後半まさに定番的な着こなしに目が慣れている僕の場合ですと、今僕が着ているこちらのジャケットはまさに定番的なネイビージャケットかなと思っています。そして内側に着ている T シャツもビッグシルエットのものではなくてジャストサイズのものを選んでいます。この上半身だけ見ると定番的な着こなしになるかなと思ってるんですが、僕が今している時計は Apple Watch、 これはどちらかというとトレンド的なアイテムかなと思っています。僕たちの世代であれば G-SHOCK だとか TIMEX だとか、あとはちょっと高級な機械式時計みたいなものが定番的かなと思うんですが、ちょっとした小物で今っぽさを取り入れるというのもまずは第一歩としてはやりやすいのかなと思っています。まあ、まさに Apple Watch というのは今っぽいガジェットでもありますしファッションアイテムでもあるかなと思うので捉えがしやすいかなと思っています。このようにベーシックを軸足としながらですね、どこか 1,2 点だけでもトレンドアイテムを取り入れていくとですね、すごく新鮮な気持ちもしますし、ワクワク感っていうのが出しやすいのかなと思っています。一方で全部をトレンドアイテムで構成してしまうと自分自身も見慣れないっていうのもあるかなと思うんですが、意外とですね僕たちの周辺にいる人たちにとってもそれは見慣れないんですね。僕たち30代40代の世代というのはやっぱりタイトシルエットというところに見慣れているので、いきなり全身をビッグシルエットにしてトレンドアイテムですとかトレンドカラーを満載に使ってもそのスタイルというものをしっかりと理解できる人というのはやはり少数になるかなと思います。なんかちょっと頑張りすぎてるなとか、ちょっとサイズ感が合ってないなとか、なんかちょっと違和感があるなと思われたりするわけですね。ですのでトレンド満載にする必要はなくて少しずつというところがテーマになるのかなと思います。例えば定番的な無地の T シャツであったらそのサイズ感を少し大きくしてみる、ユニクロの定番のスピーマコットンの T シャツではなくてユニクロ U のエアリズム T シャツなんかは少しゆったりめのサイズ感になっているので、こういったものを取り入れてみるとか、この一さじのトレンド感というところを意識していただくとすごくバランスのいい着こなしになるかなと思っています。はい、ということで今回の動画では年代によってファッションの正解の形が変わるのはなぜなのかというテーマでお話をしてきました。まあ、YouTube を見ていても結構いろんなチャンネルがファッションの中でもあるかなと思います。例えば10代20代の方であれば源氏さんの YouTube チャンネルを見ている方もいらっしゃるかなと思います。そのチャンネルと僕のチャンネルを見ると全然ですね方向性が変わってくるかなと思います。その理由の一つというのは定番とトレンドの割合なのかなと思っています。僕のチャンネルというのはあくまで30代40代の方を対象にしているので、定番的なスタイルというところを軸足にしながらトレンドアイテムというのも一部取り入れるようなスタイルを目指しているので方向性がまた変わってくるのかなと思っています。ですので皆さんがファッションの情報を取り入れたいなと思った時にもこのですね定番とトレンドというところを意識しながらですね情報に触れてみるとすごく分かりやすいかなと思います。自分の年代にはどのテイストが合うのかというところによって正解の形は全然変わってくるんですね。僕は今30代後半なので同世代の方とかもう少し上の方々が取り入れやすいようなファッションをご提案してるかなと思うんですが、じゃあどうやってトレンドをチェックすればいいのかというところなんですけども、これは雑誌もそうだし僕がやってるような YouTube チャンネルもそうだし、こういったものを参考にしながら見ていただくのがいいかなと思っています。まあ、僕たちの世代だったら雑誌だとメンズクラブですとかビギンですとか、あとはユニクロのサイトなんかを見
見てみると結構ベーシックで定番的なスタイルというものが掲載されているので、そういったものを参考にしてみるといいかなと思います。あとは最近は YouTube ですね。僕のチャンネルというのも一つの参考になると思いますし、その他にもですね、僕らと同じぐらいの世代の YouTuber もどんどん増えていますので、そういったものを見ながらですね、今こういったものがトレンドなんだなとか、こういったものを少しずつ加えていくと今っぽく見えるんだなっていうところですね、情報として取り入れていただけるのがいいかなと思っています。まあ、このチャンネルでもですね、トレンドのアイテムですとか、トレンドカラーですとか、トレンドのサイズ感っていうのをなるべく分かりやすく噛み砕きながら、僕たち世代にもですね使いやすいように解説をしていきたいなと思いますので、ぜひこれからもお楽しみいただければなと思っています。以上、スタイリストの大山俊でした。よかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。